はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、日課のウイスキーです。ピュアモルト。ピュアモルトホワイトという、日課の、ウイスキーですね。はい。ウイスキー、原材料がモルトのみと。アルコール度数 43% で、容量が 500ml。値段が、1350円ぐらい。結構高いです。うん。結構ってか高いです。うん。ですね。で、後ろには特に、説明文とか書いてないと。これ、ホワイトと、ブラックと、レッドの3種類があるという珍しいウイスキーですね。うん。まあ、これをね、まあ、日課ウイスキー大好きなんで、飲んでいきたいと思います。ね、また買ってしまいましたというね。うん。もう今月だけで1万いくら使ってるんだと。ね。酒にいくら使ってるのかという話なんですけど。これもあれですね。蓋が。うわ。なんだこれ。蓋がコルクかと思ったら、これ、コルクに見せかけて、いや、一応コルクなんだけど、コルクの周りになんか樹脂で覆われてるコルクですね。こんな蓋です。すげえ。そしてこの牛乳瓶の特大牛乳瓶みたいな。口。すごいな。ね。いただきたいと思います。乾杯。そうじゃあストレートで。うん。うん。おぉ。おーおー、これは、これは、日課、ピュアモルト。これはうまいとしか言えん。うん。もう、おー、スモーキー。これですよ。あ、やばい。ブラックニック8年レベルのスモーキーさだ、これは。ただね、うん。ものすごいスモーキーです。もしかしたら、ブラックニック8年を超えたかもしれん。スモーキーさが。日課のサイトで見てみると、このホワイトは、余市蒸留所のヘビーピートタイプのモルトが主体。海藻や用土に似た強いピート香。コクのある柔らかな味わいが特徴ですと書いてあります。何が、用土っていうのは何なのかっていうのが全くわかんないんですけど。すごい。すっげえスモーキー。これスモーキーってこれがスモーキーじゃなくて、これが、いわゆるピート香ってことなのかな？違うと思うけどな。あ、すげえ。これすげえ。でね、ホワイトとブラック。ブラックが余市蒸留所のモルトが主体。力強いピートとしっかりとしたコク。豊かな味わいが特徴です。でね、レッドが宮城郷蒸留所モルトが主体。軽く甘いバニラとフルーティーな香り。ソフトで優しい味わいが特徴ですって書いてあります。うん。どれも、アルコール度数は43度。容量も変わんないと。うん。これは、うまいのか？いや、うまいはうまいですよ。確かに。すげえなんか、日課独特の甘さを持ち合わせていながら、なおかつなんか苦味のような、なんか、苦味があるね。うん。に加えて、ブラックニック8年の飲んだ時のような、スモーキーな、スモーキー。うん。でですね、こちら。これ実はですね、なんと、昔、このピュアモルトホワイトの旧ボトルっていうのがありまして、これの蓋がね、こういうのじゃなくて完全にコルクタイプの、コルク栓のみの蓋だったんですが、それのタイプ、旧ボトルはですね、なんと中身が全然違ってですね、旧ボトルはアイラの輸入モルト、情報ではボーモアとの噂もあり、を使っていたと。うん。というらしいですよ。うん。ものすごい。実は、ものすごいものを使っていたと。ちなみにそれホワイトだけです。うん。ああ、でもこれ、どっしりくるね。味が。俺シングルモルト余市飲んだ時はこんなにスモーキーじゃなかったもんな。一応余市蒸留所なんだろう。これね。うん。全然、ちょっと飲み比べてみたいか。まあ、あるんだけど。よいち。あったよな。あったあった。シングルモルトよいち。ちょっと飲み比べてみましょうか。と同時に、ブラックニック8年ともちょっと飲み比べてみたいんですが。よいち。よっ。実は竹っちが、よいちは、これ昔買ってきたやつなんですが、あれも買ってきました。なんだっけ？宮城郷。うん。あ、やっぱり、全然軽いね、こっちの方が。余市の方が味が軽っ。超軽い。何これ？もうなんか、こっちはなんかね、重さが全くない。味の。何これって感じ。これ飲んだ後だと。ピュアモルトホワイト飲んだ後だと。もう重さ、もうね、味のね、質量が違う。うん。もうこっちドカーンと食いますもん。ドカンっていうより、ドカンじゃないんだよな。ずしっとくる。横綱の重さをと、普通のデブと、こっちがデブだとすると、こっち横綱なんですよ。こっちが一般的なデブ。一般人から見たデブ。あ、デブだな。あ、デブだ。こっち、もう、横綱。どしっとくる。全然違うじゃん。しかも、スモーキーさなんて全くないじゃない。洋一の、スモーキーじゃねえじゃん。全然スモーキーじゃねえぞ、これ。なんだこれ。うん。これは、なんかいろいろブログで紹介されてますけど、このピュアモルトはですね、うん。なんか、3色、ホワイトとブラックとレッドを飲み比べてるものがあるんですが、そういうブログがあるみたいなんですが、レッドが、あっさりおろしハンバーグ。で、ブラックが、こってり甘口ハンバーグ。はあ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 、そして最後にホワイトが黒胡椒をドバッとかけたスパイシー仕立て。はあ、なるほどね。というわかりやすい例えです。ですが、まあ、一番やっぱり、あれなのは、特徴的なのはホワイトらしいですね。で、レッドがあっさり。ブラックが、まあ、普通？うん。らしいです。いやー。でもあれだな。なんかね、余市の方はね、なんか、あれっぽい。なんだ、スコッチっぽい。スコッチみたい。うん。こっちの方がジャパニーズっぽいね。ホワイトの方が。断然。もうてか、ジャパニーズらしすぎる、こっちは。つか、このヨイジちょっと、ほんとスコッチみたいだぞ。マジで。うん。で、ちなみにこのヨイジは関係ないんですけど、北海道の、そうですね。まあ、いわゆる、首筋のあたり。北海道の、まあ、北海道にある、あれです。蒸留所ですね。うん。あ、本当にこれ、スコッチっぽい。この、ピキーンとくる、この、スパイシーな、この、味がさ、ものすごい、スコッチを飲んでるような、この鼻に抜ける、このピキーンとくる、うん。まあもう、よくわからない。だけども、まあ、とりあえずね、もう段違いでこっちの方がうまいと。てか、値段的に見てもこれ、余市、こっちと値段変わんないんじゃなかったか。確か値段こっちもヨイチも1350円ぐらいした気がするんだけど。確か。ねえ。これだったらお前、段違いでこっち買うと。あれこれ。うん。ちょっと待って、ピュアモルト、ホワイトこれいくらだったっけ ?1350 円だったっけ本当に。あれもっとした気がしなくてもないんだけど。どうだったっけ忘れちゃった。まあでも、うまいですね。うん。非常に美味しい。よいち、よいち、よいち。シングルモルトよいち。うん。まあでも、まあよいちはよいちでちょっと、俺スコッチ嫌いなんで、よいちはあんま好きじゃないっすね。はっきり言って。悪いけど。全然、美味しいとは思わないもん。これ、よいち。高いくせに。このピュアモルトホワイトめちゃうまいね。うん。めちゃうまい。はっきり言って。うん。フロムザバレル、並みにうまいね。ちなみに関係ないけどね。あれこれホワイト1500円もしたんだっけやべ。1500円もしたあれあ。1580円だった今日。今、レシート見たら。1580円でした。サーセン。まあ値段なりの。てか値段なりって言ってもまあ。あれか。あれと同じか。フロムザバレルと同じぐらいか。いや、フロムザバレルの方が高いか。いや、でもフロムザバレルとこっちだったらちょっと迷うな。迷って俺こっちにするかもしんないな。フロムザバレル。下手したらフロムザバレルがうまいぞ、これ。うん。あ、わかんないよ。うん。あ、でも難しいね。うん。いや、とりあえず。ブラックニカ8年と飲み比べてみましょう。ね。まあ、俺の中でウイスキーの中で一番好きなのがこのブラックニカ8年。今のところ。しかも値段的に見ても1300円で買える。という意味でも、ものすごいコスパが半端ない。もうこれ、もう、これ人生で、まず、とりあえず、ね。10年間ぐらい、俺、これでいいや、これだけあればいいわ、っていうぐらいのレベルです。本当に。嘘じゃないです。本当にブラックニック8年は、本当にうますぎて、マジで。ウイスキーいろいろ買ってきて、2000円のウイスキーとか買ったりしてきたけど、1300円でこのうまさっていうのが、ちょっとおかしいぐらいのレベルですね。そんじゃ、ちょっと飲み比べ。あ。うん。ね。そうだね。スモーキーさはこっちの方が強い。ものすごく燻製のようなブワーっとした煙の香り。俺が好きな。大好きな。香りはこっちの方が強いんだけど、全体的に結構荒い。口の中に、を刺激するピリピリっとした、その、なんだ、アルコールの、あれもこっちの方がはるかに強いし、全体的に8年はおとなしい。おとなしいんだけども、しっかり燻製の、ね、なんだ、スモーキーさがあり、非常におとなしいんだけども、ただ口当たりもまろやか。うん。こちらに比べるとはるかにまろやかです。いや、でも、やっぱうまいな。ブラックニカ8年だな、これな。やっぱね、ブラックニカ8年の後ろにあるね、ラベル読みますけど、北海道余市、仙台宮城郷の2つの蒸留所で蒸留され、北の自然に育まれたモルトウイスキーと伝統的で希少なカフェ式連続蒸留機で蒸留されたグレーンのウイスキーを使用。8年以上タレで熟成されたウイスキーの個性を引き出し、絶妙にブレンドすることによって生まれた、芳醇で飲みやすさを合わせ持つブレンデッドウイスキーです。タレ由来の華やかでフルーティーな熟成香と円熟味をお楽しみください。うん。これはあれだな。個人的にこれと、ブラックニカ8年と、ピュアモルトホワイトを合体させて、調和するレベルですね。でも、やっぱこっちはこっちですげえ香りが強くて。うん、だいたいこれ香りが強いんだわ。こっちは。うん。香りが強い上に、刺激も強い。でもこっちは、ブラックニカ8年はやっぱり、さすが王者の貫禄といったところか、ものすごい、もうなんか、マイルド。なんか。うん。まあ、でも、しっかりね、うん。両方とも、まあ、うまいわ。うん。うまいわ。やっぱり。両方ともうまいわ。うん。でもやっぱり、まあ値段が値段でもね、1600円ですからね。これブラックニカ8年のに300円加えたぐらいですから。まあやっぱりさすが、うん。この燻製じゃねえや。このスモーキーさは素晴らしい。素晴らしいの一言。今まで飲んできたウイスキーの中で一番スモーキーなのが今のところこのホワイト。時点でブラックニカ8年ですね。まあ、なんか、俺多分、なんか、間違ってること言ったら、ぜひ、ね、このスモーキーさが強い、ね、ウイスキーは結構大好きなんで。うん。このスモーキーさことな、こそあれなんだよ。これがもしかしたらピート香という、ね、スモーキー、俺がスモーキーさって言ってるのを、実はそれはピート香だよって言うんだったら、ぜひ指摘をお願いしたいですけど、多分違いますね。おそらく。おそらく違う。なぜなら、ピート香というのはスコッチウイスキーにもよく、ね、ピートって言われるんですけど、スコッチ俺嫌いなんですけどね。あんまり。しかもスコッチにこんなね、スモーキーさが感じるスコッチはまあない。そんなに飲んだことないんで。うん。やっぱり、このスモーキーさプラス、日華独特の甘さがやっぱりマッチするんですよね。うん。やっぱうまいわ。コクも、コク深いし、香りも強いし、ただ刺激が強いのがちょっと弱点かな。これはね。フロムザバレルみたいなもんですよ。フロムザバレルともちょっと飲み比べますか。ね。そういえばまだフロムザバレルも残ってた。フロムザバレルも残っていたんですよ。うん。いや。でもやっぱ、ブラックニッカ8年もうめえな。うん。なんでこんなに、でも、でもやっぱり、ちょっと、王者が由来だかな。多分、ピュアモルトホワイトの方がうまいわ。今のところ。ブラックニック8年よが多分うまいわ。うん。でもこれはこれでやっぱり、結構マイルドなんで。値段的に見てもやっぱりコスパはかなり高いとは思うんですけど。うん。まあでもピュアモルト、ホワイトもこれ、ねえ。まあで、って言っても容量が500ml か。まあ、500ml ですけど、1600円。だから、まあ、フロムザバレルも 500ml だもんな、これな。そうだよね。これも 500ml です。フロムザバレル1800円ぐらいするよね。うん。やっぱ日華ウイスキーは、まあ、余市みたいなちょっと外れはあるけども、まあ基本的にやっぱり結構当たりが多いですね。うん。うん。ね。まあ、フロムザバレルはちょっと、ね、度数的にちょっと、度数 51.54度ですから。アルコール度数がちょっと高い。非常に高い。高いことによってやっぱり、だいぶ、ね、どぎつい。どぎついのがこの、ウイスキーの特徴でもあり。うん。うん。ね。この鼻に抜けるこの、ね。香りの強さはやっぱり、まあ、フロムザバレル。うん。確かにスモーキーさもある。だけどやっぱり、スモーキーさがあるんだけど、やっぱり、それがちょっと、フロムザバレルはちょっと、その、スモーキーさがあまりにちょっと口当たりが、どぎつすぎて、それでちょっと、スモーキーなのかどうなのかっていうのがあんまり分かりづらいっていうのはあるね。うん。まあ、フロムザバレルはちょっと、これはちょっとあれだわ。きつい。どぎつい。うん。フロムザバレルとピュアモルトホワイトだったらやっぱ、ピュアモルトホワイトの方が、軍配上がるね。うん。今のところ俺のウイスキーの順位的に見ると、ピュアモルトホワイトが1位、2位が、難しいね。2位が、難しいね。うん。多分2位は、日課ではなく、あれだね。ジャック・ダニエル。ジャック・ダニエルに軍配が上がり、3位が、3位が多分、ブラックニッカ8円。かな。4位が、ハーパー。IW ハーパー。5位が、このフロムザバレル。って感じですね。ちょっとフロムザバレルはまあ、うん。ちょっと、どぎつさが、だいぶ目立つんで、荒々しすぎてちょっと個人的には、うん。残念かな、というとこです。ということで、もうやばいな。もうなんか、もう飲みすぎてるわ。もう早速だけど飲みすぎてるわ。なんで俺こんなに、なんか、もうすでに酔っ払ってるもんな。あれおかしいな。コク甘みはまあ三つ星ぐらい。香り五つ星でしょ。これは文句なしでしょ。これは五つ星ですよ。当たり前でしょ。今まで飲んできたウイスキーの中で一番うまいんだから。間違いない。ピュアモルトホワイト。これはもう間違いなく。ね。5355です。まあ甘みが若干まあ普通ぐらいの、普通かちょい上ぐらいでしょう。うん。まあ日課ですから、まあ少なくとも日課ですからやっぱ甘いは甘い。かな。うん。甘いは甘い。うん。甘い。四つ星だ。これ四つ星。甘み四つ星。5455ですね。これはうまい。はっきり言ってこれ1600円とかも。もう俺は、もうこれだけ買ってればいいっていうことでもないですね。少なくとも 500ml で1600円ですから、やっぱり 700ml 換算でいくと2000円ぐらいですかね。します。からやっぱりブラックニッカ8年が上院安定でしょう。うん。やはり。ブラックニッカ8年がやっぱり一番ね、俺の中ではものすごいコスパは高いウイスキーですって感じですね。ということでご視聴ありがとうございました。おつおつー。